どうも皆さんこんにちは。今回も、練習動画なんですけど、3番ウッドとドライバーをひたすら振りちぎる動画となってますんで、絵の動きっていうのほとんどないと思いますがお届けいたします。で、来月からかゴルフ歴3年目になるんで、今状況としてはベストスコアが86で、ハーフベストが41っていう形でゴルフ歴、まあ、2年目を終えてます。感想としては思った以上にこう自分が思い描いていたよりかははるかにこうスコアも伸びなくて腕前も上がらずっていったような感じなんで、ゴルフ歴3年目になるんで、まあ奮起してしっかり練習量増やしていきたいかなっていうふうに本気で思ってます。で、一応今の練習の状況としてペースとしてはやっぱり週に1回行くか行かないかみたいな状況なんで、下手したらラウンド行ってる回数の方が多いみたいな月もあるんで、やっぱりその練習量を圧倒的に増やしていかないとなって思ってます。で、一応ね、量だけやればっていうところではないと自分も思ってるんで、量より質をちょっとこだわって練習していきたいかなっていうふうに思ってます。まあ、質の向上をね上げるには、まあ、いろいろ YouTube だったりとか、まあ、祖父がゴルフやってるっていうのもあるんで、そのあたりで教わったりとか、あとは単純にもうプロの試合の動画を見たりとか、スロー再生して見たりとか、そういったこともねやっていければ、まあ少しずつは向上するんじゃないかって思ってます。で、やっぱりね、何事も目標をね立てないと多分成長しないと思いますし、自分はめっきりそのタイプなんで、目標を立てたいなと思っていろいろ考えてるんですけど、やっぱりゴルフ始めて3年目になるんで、やっぱり70代はレギュラーティーで出したいかなっていうところはあります。で、まあできれば青ティーとかでもね回ってみて自分の実力の把握とをしていきたいかなっていうふうに思うんで、まあ、機会があれば青ティーでも来年は回ってみたいなっていうふうに思ってます。で、あとは自分のこう知り合いでもいるんですけど、アマチュアのゴルフ大会とかね、インスタのストーリーとかね載せてたんで、そこはちょっとねまだまだ下手くそで全然出れるわけがないですし、土俵に立ってないと思うんですけど、そのアマチュアの大会っていうのはここ3、4年後とかには視野に入れて出てみたいなっていうふうには思ってます。ただね、全く練習もできてない状態で言える立場ではないと思うんで、しっかり練習の質を向上して腕前上げていかないとなっては思ってます。あとは単純にゴルフの知識も全く今のところないんでね、そこはまあ YouTube とかネットで補っていければと思うんで、おすすめのこう YouTuber だ、ゴルフ YouTuber だったりとか教えていただければ速攻調べて勉強していきたいって思ってるんで、ぜひ、まあ、コメント欄だったりとか、まあ、インスタグラムの方もやってるんで、そちらで教えていただければ幸いです。あとは皆様何で勉強されてますかね、ゴルフって。結構最近思うんですけど、ゴルフの勉強ってむずくないですか。まあ今本とか読めよってなるんですけど、
まあ本を読む習慣もないですし、やっぱそうなると YouTube になっちゃうのかなっていうふうに思うんですけど、やっぱりね、あのいろんな YouTuber さん見るとね、こういろんなアドバイスをもらえるんで、いろんなヒントももらえますし、ただその情報量が莫大になって、結局こう何をピックアップすればいいかわからないみたいな状況に陥ってるんで、そこのこう解釈というか自分に合ったスイングとかっていうのはちょっとなんかもうわからなくなってきますよね。まあまたそこがね面白いところではあると思うんですけど、まあそのあたりはしっかりね来月、まあもうね2024年も近いんで、年明けからしっかりやっていきたいかなっていうふうに思ってます。あとねインスタグラムをおかげさまで、1200人ほど突破させていただいたんで、ぜひフォローしていただければ嬉しいです。まあそっちではね、あの日々ラウンド行ったスコアとかね、あとは普通にラウンド動画とかを編集してね、リール動画で載せさせていただいてるんで、ぜひフォローと、あとはコメントと、あとは温かい目で見守っていただければ嬉しいです。これからねどんどんあのゴルフ動画も投稿させていただくんで、 YouTube の、チャンネル登録と、あとは Instagram のフォローいただけましたら幸いです。まあ下手くそですけど、温かい目で見守っていただいて、なんかご自身と見比べていただいて、盛大に笑っていただいて、楽しんでいただければ嬉しいかなっていうふうに思うんで、今後ともよろしくお願いします。今日の動画は以上です。ご視聴いただきありがとうございます。